はよう。おはよう。今日はね、富士山がよく見えるキャンプ場に向かってます。多分日本一富士山が綺麗なんじゃないの。うん、そうだろう ねきっと、うん、もうすぐ小児湖かな。そうだね。だよね、これ本栖湖じゃないよね。え、西湖か。小児湖だよね。小児湖か、うん。お、いるじゃん、いっぱいあっちの河原に。あそこキャンプ場だったかな。そうなんだ。確か。ああ、行ったでしょ、前。キャンプは行ってないけど、あ、すごいキャンピングカーがいるよ。そうだね。なんか最近あんまり湖に寄れなくなったとか、去年からかな。そうなの。静岡県に入った。静岡県なんだね。おお、すごいね。雪がかかってる富士山は雪や。そうなんだよな。やっぱないとかっこよくないよね。あるとなんかザ日本って感じがする、ね、この辺。うん、ここ。おー、力入る。さあ、もうすぐですよ、はい、結構山側なんだね。そういえば、本当だね。だから眺めがいいんだ。そういうことでしょう。久しぶりだね。でも何だ、ここに行くのは。ああ、10年ぶりかな。9年ぶり。すごい昔に1回行ってさ。そうそう、まだそこまで、まあ人気だったけど、そこまで人気じゃない頃で、ね、そうそうそう、1回で。今ほど人気じゃない頃に。で、なんかその日はすごい風が強くて、テントがみんな飛ばされてて。あ、 あ、ここかな。予約のみ。あ、予約しましたよ、ちゃんと。あれ、まだ払ってはないの。払ってはないよ。予約だけ。クレジットカードの登録とかないから。なるほど。どこ行く。どこ行こう。とりあえずぐるぐる回ってみる。そうしようか。とりあえず探検だな、じゃあ。うん、うん、楽しみね。え、売店も開いてるんだ。へえ。売店これかな。あ、立派な、立派な建物だね。お、すごいよ、ズドンじゃん。なんか雰囲気超眺め良さそう。うん、ドローン禁止だって。まあ、そりゃそうだよね。そりゃそうでしょ。どこがいいんだろうな。どこでもいいけどな。どこでもいいね、本当に。おお、すごいな。
なんか行ってみる。ここに靴入れといたらいいんだよね。靴で上がってここに入れんのか。防水っぽいもんね、これ。よいしょ。広いね。うん。わあ、すごいじゃん。だいぶ広いな。あ、すごい風が通るね、開けると。ね。すごいね。見える。ああ、すごいよく見える。見えるね。ねえ、すごいね。寝転がりながらよく見える。完成。できた？できたんだけどさ、富士山反対だ。それそうだ、ね、後ろだもんな。 U ターンするか。 U ターンしようか。そうだね。そしてそして、うん、うん、移動完了。完了。完璧だ。そしたら後ろから富士山見えるね。そうだね。中もやったよ。見てみる。うん。おお。すごいでしょ。いいね。おっぱい。おお、いい感じ。見えてる。見えてる見えてる、うん。最高だよ。いいね。リビングと寝室があるっていう。うん。ここリビング。夜はここで映画も見れるから。うんうん。ね、音小さかったら。うん。消し壺にもなるし。うん。火起こすにもなる。この煙突でさ、あ、上にこう上がるからいいね。楽ちんだ ね。今日も丸山かし。いいね。うん、できました。いいね。お、濃いんじゃない、全部入れたら。そうか、このくらいにしてみて。パンも焼くの。パンはね、フライパンでいいか。あ、これで焼いてもいいか。これでちょっと焼いてもいい。そう、そうだね。つくね。大丈夫でしょ。うわ、やべえ、焦げた。焦げた、焦げた。あ、いいんじゃない、これ。一個食べてみる？いただきます。うん、うまい。あ、すごい。美味しいね。うん、美味しい。ね。うん。どう、こんなもんで。いいんじゃない？そろそろ。あ、あ、もういい感じ。あ、美味しそう。いい感じだね。うん。あんまやりすぎるとすぐ一瞬で焦げるからな。うん。できるかな。味濃いなんかもう。ね。言ってきたね。もういいか。これでいいよね。うん、これで、うん、こうするか。こうしたらいい。どう？あとまた熱くなっちゃうか。もういいよね。これで。はい。待って、あっちね、持ってくね。できましたよ。できたね。超うまそうじゃない？どう？すごいじゃん。こんなもん。あとポテト用のマヨネーズもさ。いただきます。うん、どれどれ。美味しいんじゃない。すんげえ、もうすぐさ、徒歩 100m のところに水道あるからさ。いいね、うん、いただきます。うん、お、いいね、火加減も。うん、おいしいね。ちょうどおいしい。
バンズもパリパリでいい感じ。うんうん、ちょっと散策に行ってみましょう。あっちか、右奥か、行ってみよう。いやすごいな、大きい窓でテラス。へえ、シカボロネーゼ、富士宮焼きそばいいじゃん。へえ、飲み物は夕方もやってるんだ。なんかバランスかね。スムーキー、ヨーグルトソフトも。あ、ソフトクリーム食べようかな今。ソフトクリーム食べていい？うん。これすごい美味しそう。金土日限定。あ、金曜なら食べれんだ。木曜日泊まりに来たら食べれんだな。ソフト食べようかな。スムージーにする？あ、ヨーグルトソフトもいいけど。朝霧ソフトだな。すごいところだね、うん、広いもんな。結構意外とこの何ランタンだったかいね。うん、はい、北海道産昆布今日は好きなだけ捨てれるから。確かに、うん、じゃあちょっといつもより多めに。そうだね。はい、電気つけて。電気じゃなくて火をつけていきます。ほい、強いね。水炊きってこういう骨からなんだね。なんかぶつ切りみたいな感じ、ね、だから出汁が出んのか。骨がいっぱい、骨がいっぱいだからついてるから。これあと何待つだけなの？まあちょっと待っとこうか、うん、なんとなく。すごい出るな。ここ全部出ちゃったよ気がする。ほんと、うん、あ、流した時に、うん、いいか、汁ちょっとぐらい。1個入れちゃいましょう。まずさ、えのきとお肉だけで食べる。うん、いいよね。いいよ、ね、できたよ。じゃないかい。センキュー。すごいな汚いよ、なんかすごいね多かったね。ん、えのきが、えのきちょっと多かったね。まあ、美味しいからな。うん、
今日あれだな、温度計忘れてきちゃったな。意外と寒いね。どうなんだろう、何度ぐらいなんだろうね。なんかちょっとわかんない。よし、いただきます。いつもと違うね。そうそう、骨付きだからね。うん、いつもはさ、長期旅行でさ、ゴミ捨てれないじゃん、家まで3週間4週間、うん、だからあんまりね、骨出るもんとか困っちゃうから、今日はキャンプ場で捨てれるみたいだから大丈夫。おいしい。おいしい。結構贅沢な感じがする。そうそう、結構プリプリ。あー、お腹いっぱいだな。ごちそうさまでした。えのきとお豆腐とお肉だけど、なんかいっぱいだ。お腹いっぱいになっちゃった。白菜も食べれないな。うん、これ一回さ、煮立ってたらさ、朝これ雑炊用に使えるよね。使えるんじゃない？よね、うん、だってもうこの部屋すぐ上に寝に行ったら、ここもうすぐマイナスだもんね。うん、大丈夫だよね。大丈夫でしょう。朝雑炊したいじゃんこれ。うん、もったいないもんね。いいね。結構いいね。結構いい。広いよね。広い。めちゃくちゃ広い。電気毛布。うん。電源下から引っ張ってきたから、ポカポカです。横もさ、うん、なんかポケットがあって。そうそう、これ便利だよね。すごい便利。なあ、ここいっぱい入れたけど、うん、俺も今。ライトも吊るさないし。なあ。ここ空いてるからね。ああ、なるほどね。うん。うん、いいよね。結構いい。よし、じゃあ寝ましょうか。さあ、朝ごはんは雑炊です。じゃあ卵、あ、買わないとダメだった、忘れてた。じゅい、あら、卵が多いか。うん、な、多いね。卵が多いかも。完成です。どうぞ。いただきます。あー、美味しい。美味しい。うん、最高。えのきが残ってて美味しい。漁師では撤収会。これ外して、これ今度6。うん、はい、簡単、簡単でした。一瞬です。はい、はい、いやー、よかったね。
よかったね。ね、楽しかった。ここいいね。ここいいじゃん。ここ平らで。ここの一番前。次はここかもな。前だって誰も来ないよね。そうそう、ここをさ、前にしたらもう前絶対何もないから。ここいいね。ね、確かに。うん、次来たらここにしよう。けどこうみんながテント張ってるところをこう上から見るのがいいのかもしれない。なんかここはさ斜めになってるから、うん、後ろに向かって上がってるからさ、うん、別に前にテント張られたところで遮らないんだよな富士山を、まあ、富士山ぐらい大きければね。そうそう、よしでは帰ってきましょう。はい、いやーすごかったね。じゃあちょっとせっかくだから富士五湖でも寄っていこうかな。富士五湖？富士五湖で遊んでいく？ちょっとドライブする？うん、うん、ドライブっていうドライブか。オトスコ好きだな。いいよね。うん、ちょっと降りてみる。降りてみよう、気持ちよさそう。うん、そこは車入れるのかな。でも斜めなんだよね、すごい。そりゃそうだけど、うん、でもいいね。入れる、人気だよね。あそこもいいね。本当だ、水すごい綺麗だね。綺麗だね、水をやっぱり。いいね。いい。静かでいいな。なんか人工物もないしさ。いいね、うん。ちょっとしか見えないんでね、ここは反対行かないと。だからそうだね、あのキャンプ場からはすごい富士山が綺麗なんだね。あ、そうなんだ。ここからはだって後ろ見てみてよ。見かけ。え？ああ。そうそう、ちょっとなの。あ、じゃあ向こうからはよく見えるんだね。そうそう。ちょっとあっちの方行ってみようよ。こっちか。うん。いっぱい。びっくりしちゃった。もう一個向こうもあるよ。ここもいいけど。いっぱいけどじゃん。おお、絶景絶景。すごいね。今日はまたお天気だから、ね、おーしてるね、キャンプみんな楽しそう。カヌーですぐ出れんだね。カヌーのレンタルもやってそうだし。あ、ここ夏サップ持ってきてさ、やるのもいいのかな。いいね。結構いいね。いい。人気スポットだね、こりゃ。すごいな。平日でもひっきりなしに。ね。すげえ。最高です。じゃない？これ。豊富だ。すごい。都会だ。ねえ。急に都会だね、本当に。あと何キロ？12キロ。ああ、もうすぐじゃん。25分。ああ、いいね。街中に入ってくからちょっと時間かかる。ね、12キロで30分近くかかる。なんか、お腹減ってきた。富士山見えてるじゃん、ここでも。嬉しいね。ここはつけそばが美味しいからね、つけそば食べないと。おすすめだね、これは。スーラータンメン。いただきます。うまーこの寒みよ、最高。うまいなー。
やばい2人で持ち上げられなかったよ60キロだもんな。やばいよね。相当めちゃくちゃ重い。相当重かったね。うん、まあでも大丈夫。とりあえず倒して中出してみようか。うん、うん、ああこうだな。うわ結局すごい。ほう、アルミフレームだね。すごいね。よし、もう一回車の上か。おお、めちゃくちゃ楽だな。すごいね。うわすごいよ。すげえな。ふっかふっかだぞ。ふかふかのテント。ちょっと見せてよ。すごい。あ、いろいろ入ってるね。そうそう、つけるやつが。これはケチュアのルーフトップテント500。うん。二人用って書いてあるけど、だいぶ広いけどな。だいぶ広いね。うん、でこれ見てよ。うわ、すごいじゃん。すごい。ふわふわのウレタンのベッドマットがあって。横はそうそう、横は広く開いてピロンって開くんだね。そうそうそう、こっちも自動で開くんだよ。これがこれがすごいよね。すごい、いいね。すごい、めちゃくちゃ楽。え、広いね。広い。ちょっと入ってみよう。うん、わ広いね。結構広い。わすごい、すごいね。すごい広いな。広い、すごい広いよ。余裕だもんね。あ、幅も広いし、中も広い。いいね。結構広いね。広い広い。まだこんなにある。ほんとだね。あれってなんか上開きそうじゃん。何それ。これね、全部開くんだよ。上完全車高なのかな、これね。あ、そうそう、フレッシュ&ブラックっていうさ。で、全部さ、ここの中が網戸になるの。え、ここが網戸あるじゃん。あ、網戸あって、ここも夏はこれすごいね、これ。ほら、お、すごい。あ、その上はさすがに開かないのか。でも、あ、いや、開いたな、多分。どうなんだろう。いや、外にね、なんか外すのあったんだ。ここがまず外れる。あ、これすごいね、ルーフでこんな全部開いたらすごいじゃん。すごいよ、星眺められるよ、ね、へー。こっちも開くの。こっちも同じか。あー、上がだから全部開くんだね。で、横に、なんか両端にポケットがあって、うん、ポケットあって、ここ今開いてるけど、ここもね、こう、あ、全部しら、しり締めれて、締めれる。で、これあれだもんね、フレッシュ&ブラックだからさ、完全車高で真っ暗になるんじゃん。あ、でもここはなんだ、ここは開いてる。あ、一応ちょっと開けてんのか。これ多分このアルミフレームが上に取り付けるやつでしょ。うんうんうん、こういう感じになる。これ何？これ。それなんだろうね。あ、靴入れかな。違うかな。これは上のカバー？うん、これ上、これのカバーでしょ。これのカバーね。うん、で、フレーム、車に取り付けるフレームと、レイリス。これは？それね、多分取り付け用のいろいろだと思う、うん。結構全部物がしっかりしてるね。全部ステンレスだし、これがエンドにつけるもので。うん、うん、これで挟み込むかな。大丈夫だった。
のね。うん。お、意外と遠かった。おお。でここを多分こうして、なんとなくこうして、これこうだね。うん。で、こうか。これだけだな。あと上からカバーすればいいんだもんね。そうそうそう。うわすごいな。結構すごい。なあ。よくできてる。一瞬だよ。これでもこうだもんね。ほら。いい出来上がり。すげえ。超便利。キャンピングカーのベッド設営より楽だと。入ってしまって。開くだけ。ここがすごい。ここがよくできてんの。ここ。ここね。うん。今私ですね。そうそうそう。なんで？で、しまうとき何も考えないでさ。はい。はい。で、こうして。こうです。よし。で、これを組み立てていくんだね。この棒をこうして、うん、こうね、こうして上に乗っける。こっちがじゃあ底面ってこと？そうだね。うん、下だね。うん。オッケー。簡単についた。いいね。これを上のあれに乗せるんだな、フレームに。ここだね。うん。ここに階段のこれラダーつける用のこんなのをつけるらしい。これね、こう。そうなんだ。そうそう。ついたね。ついたね。で、あとこのすごいごっつい、5キロぐらいある。すごいしっかりした板をつけるの。あ、入った。あ、こうだね。ほー。で、多分これで引っ張るんだもんね。うんうん。乗ったね。なんとか乗ったね。4人でやりなさいって書いてあったからね。うん。本当は危ないから。そうね。うん。いいね。結構いいじゃない？いいよね、うん、でこれにカバーかけて防水の、うんうん、それで終わりなんだけど。なるほど。結構簡単だった取り付けは。あ、そう。うん。IKEA の、 あの椅子組み立てるより簡単。あ、そう、うん、すごいね。ネジ締めるだけだから、うん、しかも説明書なくてもできるレベル。うん、うん、これを外して後ろ OK。 もうこれでオープンできるぞ。こうか。どう？ おー、すごいね。マジ？多分そうだよね。ああ、いや、全然重くない。超スムーズ。どう？面白い。わ、できたじゃん。あ、これで、あとここ1個ずつ伸ばして結構きたから、これを2個ぐらいでいいのかな、ここは。多分こんくらいでいいんじゃない？これでいいんじゃないの？できた。いや、すごいな。へー。結構背が高いね。結構高い。寸法がね、幅が139の、うん、こっちが237。へー。高さが106。しまってみます。うん。コーティングだよね。多分これだけでしょ。超簡単。これだけだった。おお。これで、これで届かなくなるか。これでいいな。これでね。うん。あ、畳めた。で、ここをこう止めとくと。結構楽しいんだね。超楽。
もっとなんかここがさ、ガサガサするかと思ったんだけど、全然しない。